ではここでおはよう日本でコンビを組んでいるアナウンサーを紹介しましょう。鈴木直子アナウンサーです。こんにちは、鈴木直子です。皆さんよろしくお願いします。さあ鈴木さんは今何時に、はい、起きてるんでしょうか。はい、私は毎日今午前2時に起きています。あら早いですね。早いですよね。さあその早起きのコツっていうと何かありますか。いやこれはもう私が聞きたいぐらいで毎朝本当に苦労しているんですけれど、ええ、私は目覚ましの音を工夫してるんですよね、うん、例えば朝そのジリリリっていう大音量で起きるという方もいらっしゃると思うんですけど、ええ、私の場合はそれだと起きてもこう気分がドヨンとするというかすっきり起きられないのでそこで携帯電話の目覚ましを使ってるんですけれど、ええ、その音をリズム感のある明るい音楽ですとか、ええ、鳥のさえずりとか爽やかな曲をかけるんですよ。そうすると、まあ、自分の気に入ってる曲だと気持ちよくスッキリ起きることができますね。なるほど。まあ今いろんな音をね設定できますよね。そうですよ。起きる時の音がポイントということですね。はい、うん。他には何かありますか？他には朝早いとお昼頃どうしても眠くなっちゃうんですけれど、昼寝を我慢すると夜布団に入って3秒で寝られます。3秒で。あっという間です。昼寝を我慢。あれ時々お昼仮眠してませんか？それは秘密にしておいてほしいですか？それから鈴木さんは朝会ってもこう眠そうにしている様子がないんですよね、私から見てですね。そうですか？このパッチリした顔にするコツっていうと何かありますか？そうですね、なかなか難しいんですけれど、やっぱりここからが仕事なんだっていうスイッチを押すことができるかどうかっていうのは大切だと思うんですよね。男性の方もしかしたら参考にならないかもしれないんですけどね。私の場合は局に来てまず最初にメイクをするんですね、はい、そのメイクをしている間にこう仕事のスイッチが入って、うんうん、体が仕事モードになって、でこう顔がすっきりしたり目がパッチリするなという感じがあるんですよね。あ、そうなんですね、そのスイッチを入れる瞬間をそれぞれ決めておくっていうのも一つポイントなんですね、はい、そうですね、はい。まあ、それからおはよう日本の中で言いますと、4時半の時間帯を担当するアナウンサーは私たちよりももっと出勤時間早いですよね。そうなんですよね。午前1時頃に出勤していますよね、で担当しているアナウンサーに聞くと、まあ、寝るのも早くて夕方の5時か6時には就寝するという人もいますよね。まだ明るいですよね。そうですね、早いですね、はい、私も早く寝なきゃいけないと思いながらもいろんなことに手をつけてね、こうやってるうちに気づいたら午後11時になっていたなんてこともあってねえ、そういう焦りますね、そういう時は。逆にこう寝ようと思っても寝られないこともありますよね、はい、そうすると、まあ、当たり前なんですが早起き生活っていかに早く寝ることができるか、これも大きなポイントですよね、はい。さあ次のテーマに行きましょう。この朝方の生活は何かいいことをもたらしてくれているのかどうかという点ですね、はい、私自身を振り返りますとどうもこう脳が活性化しているとも思えないし体調がすこぶるいいということもないような気がするんですよね。どうかな。鈴木さんどうですか、うん、そうですね、私たちの場合ちょっと早起きすぎるところもあるかもしれませんけれど、はい、私も今日は完璧なコンディションだなっていう日はあんまりない気がしますね。あ、難しいですよね、まあ、いいコンディションをキープするというのも難しいですけど ね、 ね、はい、ではこの朝方のいいところというと、うん、どんな時に実感しますか。これはまあ朝早く起きて朝仕事をすると、うん、午後早く仕事が終わることもありますから、はい、私の場合はそういった時に舞台とか映画を見に行ったりしますね。またお買い物をするときに空いてる時間にできるので、これはちょっと嬉しいポイントかなと思います。確かにね、まあ、それぞれ自分を豊かにするための時間でもありますよね、はいはい、そして一日を長く有効に使えるということですよね、これは当たり前のことなんですけども、実際に私この立場になって気づいたんですよね、はい、プールに行ったりとか図書館に行ったりとかしてね、うん、でいろいろなことに取り組んでもまだ外は明るかったりしてそういうその
長く有効に使えるということをこう噛み締めますね、うん、ねそういう時間を有効に使えた時ってちょっとお得な気がしますよね、そうですね、うん、さあ一方で休みの日なんですが、はい、私、まあ、お昼頃まで寝てることもあるんですね鈴木さんどう、日頃早く起きているからといって、あの休みの日も早く起きるわけではないですね。私も昼まで寝てることがありますその時の気分はどうですか？もったいなかったなってちょっと複雑な気持ちになりますね確かにもったいないんですよね、ね、かつて私はごく普通にあのお昼まで休みの日には寝ていました、それが今ではそうしますと一日の長さがとてつもなく短く感じて損をした気分になるんですね。わかります。で、私自身は30代の半ばぐらいでしょうか、時間が過ぎていくのがものすごく早いと感じるようになっていましたんで、余計に一日の大切さが身に染みるようになった気もしますね。あのそのうち鈴木さんもなりますからねあ、そうですかさあ、あと一日の時間をどう使うか、これは自分次第ですよね。皆さんはどう過ごしますか？